最初オドカは記憶力が異常なんだと思ってたんだ。だけどなんかしっくりこない。確かに勘がいいのかなって思ってましたけど。共感覚に近いかもしれない。共感覚？一つの感覚を刺激されると同時に全く異なる感覚を引き起こされるっていう。例えば音や文字に色や手触りを感じたりとかなんだけど、オドカーには何かを見分ける指標みたいなのがあって、それに従っているのかもしれない。それと関係あるのかわからないですけど、オドカーさんは家で誰かと話しているらしいんです。明らかに独り言ではない感じの。それに関してはもし本当に誰もいないんだとしたら、イマジナリーフレンドってやつかもな。空想の友人ってことですか？うん、知ってるかもしれないけど、あいつは小学生の頃両親に捨てられてから一人で暮らしてるんだ。一人で？孤児を支える NPO かなんかの組織が生活費を振り込んでくれてたらしい。おかげで何も困らなかったし辛くもなかったって嘘吹いてたけど、イマジナリーフレンド作ってたんだとしたら、気づいてないだけで相当なストレスを抱えてたのかもな。先生と小戸川さんはいつ知り合ったんですか？3年ぐらい前かな。診察始まったの今年からだと思ってました。その前から病院に来てたんですか？いや、俺が先に乗客としてあいつのタクシーに乗ったんだ。さあ、いよいよ始まったな。せやな。大阪ではラジオやってたけど、こうやって全国でな。そう、僕らホモサピエンス今年から東京進出してね。ほんまね、嬉しいよね。うるさいから止めてくれ。こんな通りできるもんなんや。うまやな。ほんまちょっと頑張っていこう。あんたいくつ？38。同い年かよ。すんげえ貫禄だな。失礼だろ君、マナーがなってない。マナー？あんたさぞかし立派なんだな。お客様は神様ってか。見下してんだろタクシードライバー。君何か鬱憤が溜まってるのか？君がうまくいかないのは誰かのせいじゃない。環境のせいでもない、君のせいだ。誰にも迷惑かけず君自身で解消しなさい。さすがお医者様は言うことが違うね。お、動揺したな。それぐらいが可愛げがあっていいぞ。なんでわかった？俺超能力持ってるんだ。だったらなんで年齢わからなかったんだ？超能力にもいろいろあってね。俺には魂が見えるんだ。さっきからあんたの魂が俺は医者だぞと叫んでる。年齢に関しては魂と肉体が剥離しているからわからなかった。つまり老けてるってこと。